今日これから畑に行く感じですか？はい行きますよ畑に行きますよ、はい、なんで急に、はい、って言うのなんでなんかいや、なんで恐る恐る、はいって言ってだって畑に行くって言って、ってたんじゃん。何植えんだっけ？エンドウ豆、スナックエンドウ、スナックエンドウとかスナップエンドウとかエンドウ豆。あ、そう。あ、じゃあもう種は買ってあって、買ってある。で、あと肥料に、こっちの飼ってるウサギのいい子の、それは堆肥を作るところに撒いちゃう。ママがね、畑見たいって言ってたんだよね。ね、まーちゃんも連れてきたかったんだけど寝てるという薬今これからいくらでも行けるよ。で、うちのお母さんに今見てもらってね。まあね、いつも終わって離乳食終わってミルクあげて寝なかったけど、なんで今日寝ちゃったかな。畑行きたくなかったあ、そうじゃあタヌキネイリみたいな感じだ。タヌキネイリさ、オクラですね。うん、オクラもう割れたね、はい、オクラ、うん、オクラは寒くなると枯れちゃう。これがメキャベツ、ブロッコリー、ブロッコリー、あ、ブロッコリーもう植える。ブロッコリーもう植えてある、はい、これからはい、これからです、ね、できるのね。はい、じゃあ今度マイちゃんブロッコリー食べれるんですね。はい、わ、最高。はい、大きくなった。これはレタス、サニーレタス、サニーレタス。で、これ何ですか？いちご、いちご。来年はたくさん食べれるよ。そうですね。あそこにしか植えてなかった、はい、プランターにしか植えてなかったのを、はい、ここに植え、はい、あ、これはラッキー。ラッキーラッキーじゃない。ネギの一つで、ハーブ、ハーブ、ハーブ。小松菜大きくなってすごい。今日取りますか？これは、これはほうれん草、ほうれん草、ほうれん草、小さいですね。12月頃に取れる秋じゃがって、じゃがいも、ね、はい、じゃがいも。で、ここにも大根、で、こっち側が赤い大根、赤い大根、白い大根、これ人参、そう、人参あんまり良くないけど、はい。で、これは、これ何ですか？小松菜？いや、ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草まだ小さい子なの。で、これは、これはカブ、カブ。で、これも小松菜、小松菜。これは春先に菜花、菜花、花のつぼみを食べるのね。あ、つぼみ、サイタイとかって言って、これもあの茎とつぼも食べるんですね。はい。これなんだっけな、忘れちゃった。半分までね。なんだっけ。忘れちゃった。ここから先も。はい。半分からこっちも大きくなるからね。あ、多分。これはほうれん草。ほうれん草。これはほら。レタス、いろいろレタス。いろんなレタス。はい、うん、色が違うでしょ。そうですね、こういう普通のレタスから、混ぜてるんですね、うん、で、これは何だか分かる？
わかる。これ野菜、野菜です。野菜は野菜。なんていう日本語わかんないけど。なんとか聞く。はい。なんとか肉。なんとか肉。聞くって言ったらわかんない。旬。旬。旬肉。旬肉。聞く。旬。春菊。春菊。春菊。あ、これ春菊、うん、日本語、うん。これが？これは？よくこれも知りません。これ何ですか？これよく釣って食べるでしょ？人参？釣って肉とかなんかにまぶして。ニンニク？あれもそう。見たことないですよ。これはニンニク植えてね、はい、3週間ぐらい経ってくる。あ、ニンニク裏ってすごい。はい、見てみた。春菊もうちょっと食べる、うん、まーちゃんいいね、いろいろ野菜食べてるね。これは玉ねぎ。普通のネギ、玉ねぎはこれから植えるんだ。あ、普通のネギ、うん、あ、もうできたじゃない。まだですか？いや、食べれる、ね、食べれる、もう食べれるでしょ、うん、食べれる。ここは玉ねぎ。玉ねぎのところですね、うん、え、ナス、うん、ナスじゃない。これナスじゃない。花だけ、うん、あ、唐辛子、うん、唐辛子、はい、ここで草をこう取ったやつを集めて、はい、いい子ちゃんのいい子ちゃんの、はい、で混ぜる。こう、それで堆肥を作る、ね、いい肥料になるみたいな。はい、それで肥料を作る。いい子ちゃん、いい子ちゃんのうんちがいい肥料になる。え、これはシソ、シソの実。シソの実、うん、その実をほら、つけてあるじゃん。あ、3年ぐらい。はい、はい、その実をつける。あ、そうですか、うん、うん、美味しかったよ。お、まだある。で、青唐辛子が欲しいなら今の地域がないと、赤くなっちゃう。青いのがもう少なくなっちゃったから。でも、赤れたらもう食べれるんでしょ。食べれるけど、はい、青唐辛子が欲しいなら今のうちに取っておかないと、はい、全部赤くなっちゃう。もし青いのが欲しいなら青いの取っておかない。で、赤い唐辛子お父さん取らないですか？いや、取るよ。もうちょっと取ったら。もうちょっと取ったら。うん、もうちょっと取ったら。これは漬物とかなんかに使えるから。捨てない、捨てない。はい、これは保存用。花はね、はい、虫がね、来ないような花だ。あ、そうですか、うん、虫来ないの花、うんうん、虫が来ない。知らなかった。名前がなんだっけな、忘れちゃった。これね、はい、虫よって。あ、これ2番目の家持ってきた、ん、これ2番目の家から持ってきたの。そう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 、これ持ってきた、うん、見てきた。これもそうだね、はい、これらもそうだ、はい、え、持ってきた。これそれは、うん、これ料理よく使う。シャンシャン使えない。花咲いてるじゃん、葉っぱ。ああ、使える使える。葉っぱ料理よく使う。でもラベンダーだよ、ラベンダー、うん、はい、ラベンダー使う料理に。そう、じゃあラベンダー使わないんじゃない。あ、これじゃなくてこれでしょ。あ、そうそうそう、これよりよく使うでしょ。ローズマリー。あ、間違った。次はラベンダー。これラベンダーね。これローズマリー。はい、これよくより使うよ、ステーキとか。これレモンですか。これはね、あ、ユーズ、うん、まだなってない。はい、これもここから持ってきた、ね、はい、これ
クリーミー。え、これ食べれるんですか？そう、実がなれば。あは、うん、まだなってない。はい、これはグミの木かね。これ何したんだよ。あ、でも半額になったのかな。来年みんなってくれるといいけどね。はい、来年みんななってくれるといいけどねって言って。はい、え、今日小松菜取りますか？うん、小松菜も取るけど、うん、まずこれを種を、はい、スナップエンドウとつるなしスナップを入れますか？はい、ね、え、枝豆植えないですか？枝豆は今時期じゃない。枝豆植えると死んじゃう、寒さで。植えるところは向こうに植えるけど、それをこう持って、それ混ぜないでね。ピンク、かわいい色、かわいい色ですね。これはこう植えたところが分かるようにね、はい、色つけてる。線のところにポツンポツンと、はい、そうね、距離的にこうこれぐらいの距離でね。はい、この、うん、はい、わかりました。でちょうどこっちとこっちとね。はい、はい、うん、土柔らかい。ババやってみる？いや、柔らかい、面白い。チュン。カメラ持ってるからね。あー、チュン。面白いよ。チュン。ん？置いただけでいいよ。ん？ん？何ですか？このままポンともう入れちゃえばいい。入れたよ。あ、全部入れた。はい、全部入れたよ。で、チュン。あ、なるほど。はい。多分置くだけでいいと思う。うん。置くだけでいい。あ？まあいいけど、いいけど、いいけど。置くだけでいい。置くだけ。置いて。うん。背袋汚くなっちゃう。洗えばいい。洗えばいいや。面白いよこれは。あ、うん、ちょっと。はい、ごめん。まーちゃんもっと大きくなったらママはお父さん一緒に行くよ。なるべく並んで。まだまだもうちょっと。です。ここ
までね。はい。分かるようにして、あとはちょっと種類の違う、今度はスナックペイン、これは今度ベリーにとって。わあ、色可愛い。可愛い。これ結構足りないですね。何が足り？土、土。この間、また間に入れちゃう。間入れちゃう。うん、近くですか、うん。はい。これぐらいの距離にしちゃう。で、間空いてるところに入れちゃう。はい、そう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 、それだけは持った。それはどこにあるかね。適当に。じゃあもうちょっとこの辺までやるけど。はい。はい、終わりました。やった。そしたら土をかぶせる。そしたら土をかぶせる。土をかぶせるのも簡単。もうある程度やってあるから、はい、もうこう、ボムし。もうバーッ。バー早い。うん、いい。ちょーちょ。柔らかいですね。何回も掘ってこのままこうやってパーってこういうふうにやっちゃいます。
終わりました。で、こういうふうに印つけていくと、こっからこれはあれだし、これがこっから先は、はい、ということで分かるんですよ。分かりやすいですね。で、収穫はね、年明けてね、5月ぐらいからかな、食べれる。はい。5月ぐらいは楽しみですね。さあ、次は、はい、大根の収穫でね。はい。2個つながってるとこなんだよね。どっかあったな。あ、ここの間に、これ、あ、そこ、そこだ、ここ。はい。はい、ここ入ってください。これが、大きい方、取るんですね。うん、はい。抜く。これを抜く。これね。うん、そう、わ、すごいじゃん。いいね。簡単ヌールですね。うん。わ、あとまだありますか？まだこう見て2個、はい、2個くっついてるところで大きめのあれが。はい。うん、ここが、間引いてね、こういうふうにうまくね、はい、これぐらいの感覚でうまくやったんですよ。みんな一つずつだけ、まあ、いいじゃんだね。あ、ここが、こっちがある、ここ、これがね、これね、これ大きいためにこれ取っちゃうね。はい、せーの、あ、小さいですけど、でもこのぐらいは漬物美味しいですね。2日ぐらい、あら、あまり大きくないね。大きくないけど、でも漬物や。葉っぱが美味しいね。はい。はい、そしたら今度は。あれ、割れちゃったよ。ん？あいや。これでしょ？そうです。まっすぐに抜かないとね。はい。今度は赤いやつね。赤いやつだから。あ、ここにこう。はい。うん、ここも2個ね。あ、はい。大きい方。はい。うん、大きい方取り。あ、これも2個あったよ。それまだちっちゃい。まだ小さいですね。うん、はい。ここで。大きい方まっすぐ抜いて。大きい方、これはね。はい、せーの。まっすぐ取ったよ。この辺も2個あるね。はい、ここやね、うん、ここも2個ですよ、うん、ここも2個、ここも2個、取りました。取りました。じゃあ大根そんなもんにしよっか。はい、あんまりいっぺんに取っても食べるのが全部食べれないですね。そう、これも高いの。はい、両脇で足3本。
今日美味しい大根食べましょう。漬物2日分、うんうん、昨日の味みたい。あとはあの小松菜、小松菜、はい、でかいところをね、それね抜くのが大変だからね。はい、もうこれだけ大きくなるとね、切っちゃう、抜くのが大変だから、こうしてここにね、はい、根元のここで、あこうやって、わかりました。なるべくくっついてるところの大きいやつを、はい、はい、もうその辺いいとこあるね、切りましたよ、うん、大きい、食べれる分だけ取ってください。もう食べれる分だけ取るから、じゃあこれまた今度しようか、うん、じゃあもうちょっと1本取るか。取りすぎて大丈夫？じゃあもう1個だけ。わお、うん、はい、わあ大きいでしょう。じゃあこれで火を食べます。はい、今日食べるの分だけ取りました。これはもうめちゃくちゃ多いから、はい、これがね、間引きってやつね。間引き、うん、ある程度間隔空けないと、はい、大きく大きくなな、うん、育ってくれないから、ぶちゃぶちゃっとくっついているところで、大きいやつは残してあげて、なるべくちっちゃいのを、ちっちゃいの方を取る、うん、はい、ちっちゃいの、野菜、若いから野菜作る美味しいね、うん、昨日 お父さんの方に作る方、うん、ここまで、はい、こっちまで、はい、ここから、ここまで、
時過ぎたし、これで今日はこんなもんにしよっか。玉ねぎはね、売ってるのがね、あ水曜日に売ってたんですけど、木曜日に行って、はい、木曜日に買って、買ってから、はい、買ってから。さっき言ってたんです。うん、わあ、今日いっぱい野菜取ったね。これは菜花ね。これバケツを入れて持って帰る、うんうん、どうやって帰るの、持って帰る。袋に入れても。袋？ビニールの。はい。ちょっと待って、ちょっと待って。なるべく。土とかそういうのは持って帰りたくないから、うん、ここでもうね、こうやってで、こう、うん、綺麗なゴミになるから、はい、袋入れます、うん、大きい袋で、うん、大きい袋、どうですか、ママ畑いろいろと収穫したけど。はい、面白かったよ。面白かった。また行きたいですよ。また行きたい、うん、今度ね、まーちゃんがね、はい、起きてたら連れてきたいですけどね。そうですね。もうちょっとね、大きくなったら土いじりとか、はい、嬉しそうにするかもしれないね。そうですね。ただその時は虫に刺されないようにいろいろとね、そうですね、考えないといけないですね、うん、はい、いろいろ遊びできるですね、うん、ということで、バイバイ。